今回ガンシューティング皆さんが興味があると思うんですけど、ガンシューティング映画とかでねこうやってやってますけどね、それについてちょっとまあ僕の知識を、お知らせしたいなと思います。まあ、ガンはいろいろあるんですけど、大体使ってるのが、まあ、プロップガンと言うんですけど、一応まあモデルガンを大体使ってますね。はい、で、モデルガン、グロック、これモデルガンなんですけど、遠くで撮影したり、例えば、まあ、敵に迫られてきて、でこうやって投げるじゃないですか。投げるときはカットを変えてこのゴム製のグロックガンを投げます。そうすればまあ壊れたりとかしないんで、はい、これも結構遠目で映すと全然多分わからないと思います。これゴムなんですよ、穴は開いてないですよね。ね、そうなんです。こういう遠目で撮るときとか、雨で濡れちゃうときとか、池に落ちるときとか、そういう場合は必ずこういうゴム製のものを使ってます。で僕はまあ、ルーク先生っているんですけど、その先生にタイまで行ってタイ警察の訓練所を全部貸し切った、そういう訓練で銃の一応訓練も受けてます。なので、大体本物のようには教えできるんですけれども、まずやっぱりモデルガン、銃の取り扱い、モデルガンでもこういうプロップガンでも必ず本物として扱う。で、プロップガンでも火薬を詰めるとものすごいやっぱり音がしたりとか危険なので、必ず、本物の銃のように扱います。必ず銃口は人に向けない。で通常はスライドさせて弾が入ってないか必ずチェックする。でこれをそっと人にいない方向に必ず向けておくということが、銃の基本です。でよく、まあ、映画とかで、見てると思うんですけど、まあ、大体 CG の合成です、まあ、日本で作るものはね、まあ、海外でもそうなんですけど、まあ本当に火薬を使う場合、まあこれがその前になぜ、日本では、火薬の量とかそういうのが決まってるのかというと、説明しづらいな、まあ、これで説明すると、まあ、これエアガンなんですけどね、精巧に作られたエアガンなんですけど、このこれですね、これ本当は尖ったものがあって、撃つとカシャンって押し出されて弾の後ろに入って押し出されて弾が出るんですけど、この強さが日本では決まってます、はい、そのためこの力が弱いのに対して弾が破裂する仕組みが本当になんか難しいらしいんですよね。なので本来ならば弾が押し出して弾が出る、押し出して火薬の音が出るっていうプロップガンなんですけれども、そこで開発されたのが、タニコバさんのメーカーですね、はい、これはですね、
このスライド、まあ説明しづらいんですけど、ここにいい金を引くと中で玉が前に出て、その前に火薬がぶつかって火花が出るような、とてもあの複雑な仕組みになっています。なので火薬が通常よりかなり強く、前に出るようになっていますね。まあ、大体あの西部警察から始まって危ないデカ、大体あのテレビで使ってる有名なのはあのアウトレイジですね。アウトレイジさんで使ってるのは大体このピストルです、拳銃ですね。で、何が違うのか、まずテレビでよく見ると本当のなんか弾が入れてんじゃないかって思われるんですけど、こういうダミーのピストルの弾があります。このダミーを入れてここまででカットするんですね、はい、ここで一回カットして、で実際にはこの弾では撃てません、今、カートリッジは、アルミ製とあのプラスチック製がありますけど、まあ、あのこういう穴が開いててね、こういう形になってますね、はい、これがあの9ミリなんですけど、火薬は一応7ミリを使います。よくね、昔縁日なんかでね、あのパンパンなる弾がこうやって一緒に売ってたと思うんですけど、これ若干大きいですね。あの縁日なんかで売ってるのはだいたい5ミリなんですけどね、これ以上大きくなると多分法に触れてしまうと思うんで、これと映画で使うのはこの中に爆音パウダーです。これ音ですね。音がすごく鳴るような、なんていうんですかね、火薬というか、はい、これと合わせてですね、火花、プロップパウダー、これを玉の中に、一つずつ詰めて、軟色のように詰めていくんですけど、これを入れていくんですね。で入れたら、あとは本物と同じ感じで、まあ、使うんですけど、必ず、銃の基本っていうのは必ずトリガーに指を入れない、入れると必ず誤作動します。撃ってはいけない時に撃っちゃったりとか、そういう必ず事故が起きますね。なので必ず指は上に出しておく、これがまず銃の基本です。でこっちのグリップは絞るように持って、こういう形ですね。で普段どうしてるかというと、ホルダーの中に、カートリッジは別に入れておきます。で合図、インストラクターの合図によって入れます。でまあしまっておくんですけど、まあしまって、まあ合図が出るまで出さない。これまあ本物のね、あの銃の習う練習なんですけれども、
あとは銃の種類、ちょっとこれエアが入ってないであれなんですけど、撃った時に上がスライドしないと弾が出たような火花もそうなんですけど、格好がつかないですよね。なので必ずエアガンで撮るときはエアを入れて、弾が出ないよう、銃にもよって違うんですけど、弾が出ないとそれは、コッキングしないっていう銃もたくさんありますけど、それは銃を選んで使ってください。これがブルーガン、これは訓練用の銃ですね。ガバメント、これの同じ形ですね。必ずタイとかで銃の訓練をするときは必ず、最初はこれで練習します。必ずインストラクターが合図出すまでは必ず、こんな感じでね、絶対銃口を人に向けないで待ってると、待機の状態です。で、これはなぜいいかと、このままやって出せるんですね。こうですね。でも本当はなんていうんですかね、目の前に壁がある感じでこうやって出します。こうですね。前に壁があるのと目線の高さによってスッと。で、必ず銃口を合わせるときは、肺呼吸だとブレます。肺呼吸だと一生懸命合わせたのにブレるので、必ず銃口を合わせたときは腹式呼吸で必ず銃口を合わせます。そうするとなるべくブレないですね。これは本当の時ですね。本物の銃の時ですね。映画なんかでね、こんなようなことやってますけどね。これまずちょっと、本当に慣れる人じゃない、慣れてる人じゃないと撃てませんね。まずこの斜めだとあんまり当たらないと思ってね。でもそれがかっこよく映るのが映画ですね。はい。そうですね、このワルサーも本物に近いような設計になってますね。そうですね。でこれがゴムのプロップになるんですね。でもそうですね、じゃあ軽く、ちょっとグリーンバックなのでちょっとだけ雰囲気を出してみたいと。こんな感じです。ぜひガンシューティングについてもしわからないことがありましたら、ぜひメールで何でも問い合わせてください。はい、できる限り返信いたします。
またねー。